ア、ビクトリーワンチャーチのスペンサーです。今、信仰の言葉という放送をさせていただきます。ハレルヤ。神は素晴らしい方ですね。今日は、信仰の話をしたいと思います。信仰って何ですか？やっぱり、こういう話はよく教会で話しますが、どういう言葉で説明できるか、ちょっと一緒に答えは探したいと思いますけど、でも答えはどこにあるか、聖書に全ての答えがあります。ハレルヤ。ですからヘブルの11章1節ちょっとお読みしたいと思います。ヘブルの11章1節一緒に読みましょう。いいですか？ハレルヤ。信仰は望んでる事柄保証し、目が見えない見えないものを確信されるものですという言葉が書かれています。ですから信仰というのはどういうことか、簡単に話すと、信仰はあなたが主イエスを信じて救われたら、信仰は自分の信じているものですね。信じているものですね。ですから自分が望んでいるものですね。ですから信仰がない教会がたくさんあるんです。信仰がないと神様に6節を見ていただければ、神の御前に来るみんなが、神の前に行くみんなが信仰を持ってないと神の前に行けないんですよ。ですから信じているっていうのは信仰一生です。私たちが信じてなければ、私たちは神を知らない。私たちが信じてなければ、成功しないんですよ。霊的な成功も、本当に、逆に私たちが信じてれば、神に不可能なことはないから、自分の信仰によって、たくさんできるんですよ。ハレルヤ！たくさんできるんですよ。なぜか、信仰は私たちの力です。私たちが信じてれば、私たちは何でもできます。私たちのベースは、やっぱり聖書です。あなたが信じてれば、聖書をベースにしていけるんですよ。ハレルヤ。どういうことでしょう？私は日本に、大学の後に日本に来ました。その時に、私が、ご飯、日本の食べ物は、もちろんご飯はアメリカで食べてたんですけど、韓国の兄弟がいるから、養子にした3人がいるから、まあキムチだとかご飯は少し慣れてたんですけど、でもやっぱり食べ物は違うんですよ。それで私がちょっと普通にもうトイレに行けなくなって、まあ要はトイレに行かないと不健康なんですよ。ですからやっぱり流れはあるんですよ。健康的に食べて廃棄するっていうのは自然な神様のデザインですけど、私は日本に来て、日本にちょうど大学にいる時に、日本に来る前に私は神様、あなたを知りたい、もっとあなたとの関係を仲良くしたい、教えてください、そういうお祈りをしましたから、神が答えてくれました。私の前に聖書をよくしている人が、自分の教会で、アメリカの教会で奥さんと一緒にバイブルスタディをやったり、私たちが神様を知っている人にたくさんあったんですよ。日本に来たら、大使館の副大使の奥様もすごい聖書をしてて、毎週土曜日のバイブルスタディに行ってたんです。すっごい良かった。でも やっぱり信仰は御言葉から来るもの、ローマの10章17節を見ると御言葉を通して来るものだから、私たち御言葉をしてれば私たちの信仰が強くなる。アメン。ハレルヤ。強くなりたい？私はもっと強くなりたい。ハレルヤ。私が信じたら起こる、そういう言葉、そういうクリスチャンになりたい。アメン。ハレルヤ。アメンはその通りですよね。ハレルヤ。ですから私たちの信仰は私たちの望んでいること。私が自分の健康の問題が、日本に来て食べ物のあれは慣れてなくて、トイレに行ってもちょっと問題があったんですよ。ですから私がそこで、
これは自分の望み、自分の信仰を使わなければならない。ですからどうしたらいいか、私はその時に主イエスの名前によって体は普通に動くようにお祈りしますとか自分の体に話したんですよ。それで3日間のつまり3日の問題はそこで解決できたんですよ。ですから信仰は自分の言うこと、あなたが信じてればあなたが口で出す、信じてなければ口で言わないんですよ。ですから信じてることは私たち言う。ですから信仰は私たちの信じてるもの、自分の信じてるものは口で言うもの。ですから私たちは神との関係は基本、ベースは信仰なんですよ。ですから私たちは信じましょう。今日からでも信じましょう。今あなたの体の中に病まりなり、病気なりはあるかもしれない。あなたの人間関係の問題があるかもしれない。いろいろあります。でも信仰によってお祈りすれば神が解決してくれます。ハレルヤハレルヤ。あなたが信じてればあなたにいいことが起こります。アーメン、ハレルヤ。信仰の言葉のスペンサーです。信仰を使いましょう。ハレルヤ。